バリューフロンティア京セラ明治です。線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流はたゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまのなんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜から金曜までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便ジェットストリーム、夜間飛行のお供をいたしますパイロットは私、伊武雅藤です。ジェットストリームドリームスカイワード JAL がお送りします。
ここのところイギリスでギャンブルに興ずる女性が急増しているということです。カジノなどに出入りする女性は 5% も、以前とあまり変わらないんですが、インターネット上のオンラインギャンブルについてみると 30-40% は女性だと報告されています。中でもポーカーが人気で、オンラインギャンブル全体の中でポーカーゲームが急成長しているのは女性の貢献によるものと考えられています。イギリスのオンラインの仮想ポーカーのテーブルには1日8億円がかけられているそうで、その3割4割とすれば3億円余りが女性の賭け金ということになります。オンラインポーカーにはタバコの煙と血走ったギャンブラーの目という暗いイメージがなく、自分の部屋で安心してギャンブルに熱中できるところが女性プレイヤーを増やす原因になっていると言われます。アメリカのカジノでもポーカー復活の動きがあると言われます。セレブリティポーカークラブ、ワールドポーカーツアーといったポーカーゲームのテレビ番組が人気で、アイドル女優や人気モデルも出演します。そこにはかつての暗いイメージはなく、若い女性にトレンディーでファッショナブルな遊びと受け取られているようです。これと同じ流れがオンラインポーカーの世界でイギリスにも起こっていると考えられます。しかし賭け事は賭け事、ほどほどにと素人の火傷を心配する向きもある最近の傾向だそうです。
さあ宮里藍選手、いよいよこのホールが勝負どころです。ここは思い切って1万マイル狙いでしょう。いいですね、これは飛んでいますよ。おっと、さすが1万マイルまで乗せてきました。サウンドグラフィティ、翼ある旅人の折節の思いを散りばめた音楽の星空、サウンドグラフィティの時間が参りました。今夜もボビー・コールドウェルのナンバーを集めてお送りいたします。曲はエクストラマイル、風のシルエット、ジャネット、以上3曲続けてお聴きください。
サウンドグラフィティ。今夜お届けした曲とジェットストリーム最新情報は番組のホームページでもご紹介しています。 tfm.co.jp/ジェットストリームまでアクセスしてください。ご意見ご感想もお待ちしております。コインの収集を海外旅行の副産物みたいに始める方も少なくありません。
カリブ海の島々では古い偽造コインというか模造コインといったものがアンティークの店で見つかることがあります。カリブ海諸国では19世紀半ばまではコインは作られていませんでした。海外のコインを使っていたわけですが、その外国も入れ替わり立ち替わりしてコインの種類はまちまちになります。一つの経済圏としてやっていく上では統一的通貨が必要になります。そこで各種の外国のコインの表に島の頭文字、裏に通貨単位を天気のスタンプで押したものが使われた時期があります。中にはコインの中心をハート型に打ち抜いて穴を開けたものもあります。独自の通貨を持つまでの過渡期の措置で、さっき偽造のコインと言いましたが、正当に流通していたものですから偽造という言葉は正しくありません。現在観光客が出入りするようなところではおよそドルが通用してしまいます。例えばジャマイカでも首都キングストンへ行けば独立国の通貨を使わなければなりません。各国のコインは鳥や魚や花など土地柄を表して楽しいものですが、古物商の店頭で先のように加工された特殊コインを見つけたりすると歴史が忍ばれてついお土産に買って帰りたくなります。収集癖が首をもたげる瞬間です。
それでは宮里藍選手にお聞きします。これからはいよいよ海外にも羽ばたいていくわけなんですが、ズバリ世界を回る狙いは何ですか？1万マイル狙いですね。なるほど、飛んだ人には1万マイルですか。いいですね。ジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の感想曲ジェットストリーム、お相手は私イブ・マサトウでした。ジェットストリームドリームスカイは JAL がお送りしました。
佐々木です。